ガイウス・ペトロニウスは、ローマ帝国、ユリウス・クラウディウス長期の政治家、文筆家である。第五代皇帝、ネロの側近であった人物として知られ、小説、サッキュリコンの作者と考えられている。ペトロニウスの誕生年は14年や20年、27年など、諸説があるが確定せず、その前半生もはっきりとしない。タキトスやプルタルコス、 ガイウスプリニウスセクンデュスはペトロニウスを皇帝、ネロの宮廷での天下の審判者であったと記述している。ペトロニウスはビチュニア属州総督として赴任し、62年には執政官を務めた。元老院議員として快楽な生活に身を捧げて、ネロにとっては流行の助言者、遊びの仲間であった。しかし、同じくネロの側近で、 プライフェクトスプライトリオを務めていたガイウスオホニウス、ティゲッリヌスにより、ガイウスカルプルニウスピソによる陰謀に加担した人物とつながりがあったと残言を受け、ペトロニウスは自殺したと伝えられている。タキトゥスは年代記でペトロニウスの名前をガイウスペトロニウスと記述しており、一般にペトロニウスアルビテルとも称される。ただし、1450年に見つかったサッキュリコンの写本で、 同作品の著者として記されていたキトゥス・ペトロニウスがペトロニウスと同一人物であると考えられている。これはサテユリコンの作者として想定される教養が豊かでネロの調和を受け、好意の貴族であったとの人物像と年代記に記されたペトロニウスの人物像がよく一致し、このような人物がネロの宮廷に複数いたことを想定する方が不自然だからである。 イギリスの作家デイビッド・ハーバート・ローレンスは、サッキュリコンの独語感を、ペトロニウスは孔明盛大だ。彼は何をしても、彼の中の純粋な精神を堕落させ、汚させはしないと書簡に残している。ありがとうございます。